池田照之は、江戸時代前期の大名。張馬国平福藩主、後張馬後藩二代藩主、照之家池田家初代。慶長16年1月15日、姫路藩主、池田照正の六夫として、姫路城で生まれる。母は、徳川家康の次女、徳姫であるから、照之は家康の外孫にあたるため、松平姓を与えられた。現長年に、 微前岡山藩を主だった兄の忠次が死去したため、その医療から、左右軍など2万5千国を分与されて、平福藩主となった。しかし幼少だったため、実際の藩政は、家臣団によって行われた。寛永3年8月19日、15位下、右近大部に助任する。性質には、黒田長政の即女亀姫を迎え市場を設ける。照沖は、 様々な法令を出して民政安定化に尽力するなど反省に手腕を見せた。寛永8年、赤黄藩を主だった兄の成功が軽視なくして死去すると赤黄藩の池田氏は一時的に改役されたが家康の外孫に当たるということから幕名で特別にる沖が1万国家族の3万5千国で赤黄藩主となることを許された。赤黄藩の反省においては県知や 城下町の開発などを行ったが、特に上水道の開発に功績を挙げている。ちなみに、照沖が行った、上水道開発は、日本初の水道工事とまで言われており、これは、後の朝市時代に完成することとなった。寛永11年には、14下を除任する。ところが、商法2年3月15日、照沖は突如発狂し、正室の亀子姫をはじめ、 自助数人を残殺する事件を起こしたため、3月20日に、改役された。その身柄は、おいで、岡山藩をもだった、池田三政預かりとなった。生存した子女は、母方の黒だけに引き取られるなどした。商法4年5月17日、罪人のまま岡山で死去した。去年37。なお、亀子姫の墓所は、東京都渋谷区の小雲寺にある。 それまで問題なく、反省を取り仕切っていたテルオキが、何の前触れもなく、乱行に及んだこと、事件からわずか5日後に、改役の沙汰が出ていること、先に、兄のテルズミも、家中太り島まりを理由に改役されているなどから、大名と立武士を狙った、徳川幕府による陰謀とする説もあるが、確証はない。ワイダニー家だけ、墓所六のお山のテルオキの墓、ありがとうございます。